1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、よーし完璧じゃない今の。だけどね、そう。奇遇だな。ちょうど今、君と同じことを考えていた。君にプレゼントをあげたいと。最後のジムバッジゲット。この16分で海を渡ろう。10時までに四天王これから挑戦できるぞっていう状態まで持ってければ2時間あれば四天王攻略できると思うんだよね。行くぞ。止まってる暇はない。ありがとうございます。ようやく元の想定してた時間に追いついた感じ。多分天眼山とこの8個目のジムバッジで一気に巻き返した感じだな。あのまま白玉帰ってこないよ。もうどっかに超空間になくなったわ。 OK OK 大丈夫大丈夫、スニーキングミッションはもう慣れてる。うわーこれマジダブルバトル強制か。いやマジでギリギリだな。やたまライチュウが食べちゃった上菓子のな。もうここまで来てさ、タイムオーバーでクリアできませんでした、かっこ悪すぎるって。正直クリアできないけど白のまでプレゼントはできそう。そんなことある？それ逆にめちゃめちゃ難しくないか。こんなひねくれ者の意見を論破するように頑張ってください。任せてくれよ。びっくりした今、固まったのかと思った今。任せてくれよって俺の俺の声によってなんか DS が壊れちゃったのかと思って今今ここで DS 大破したら本当に笑うわ。ちょっと待って、こいつら後ろ通れない。ありがとう任天堂、この隙間大好き、この隙間大好き任天堂さん、増田さんありがとうございます、この隙間を作っていただいて。うわーうわー怖えあなんか気になる、あのアイテム気になる。誕生日なのに精神的に追い詰められてる。うわー怖えあなんか気になる、あのアイテム気になる。誰か増田さんとね、あのつながりがある人がいたらぜひ伝えてあげて、伝えてあげてください。一人の配信者があなたの作った隙間によって一人の配信者が救われましたと。真珠だったわ。まあいいや、この真珠を売ってね、なんか買った元気のかけらによって最後クリアできるかもしれない。何が最後助けになるかわからん。マジでさ、プレゼントを出してくれる人と、おっとロッキーもう大好き大好き、ほんとあっと大好き。もう結局戦闘必須のトレーナー一人だけだったんだ。そうだよね、だってバトルしたい人は自分から話しかけに行くもん。去年もああ真珠かって言ってた気がします成長が感じられません。よし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 。いやマジでさ、レベル上げるんだったら野生のポケモン倒せばいいんだよ。このプレゼントをするっていう条件がある以上絶対トレーナー戦うのはロスだから。力抜けられない。大好きもうこの隙間増田さん、あー何にもない道だったわ、いらない道だったわ。じゃあこれ残り3時間の時点でチャンピオンロードの洞窟前に着くっていうのが一応設定した目標だったから今一応ロスタイムなの。あこれ必須だ、こいつ必須。ここに来て実況と喋りのテンポが上がってきてテンションが上がってんだよ、終わりが見えてきて。ナタネやってた時なんてもう地獄かと思った本当にこれ絶対終わんないじゃんと思いながらいやーでもここまで、これだな、ここまで来るのに夢中すぎて気づかずにいたけれど、もうすぐ誕生日が終わってしまうレポート書く時間は一見ロスにも見えるんだけど、俺が万が一プレゼント配りそびれて相手倒しちゃった時にそのリセットで一気に戻されるの防止だから、ある意味セーフティーネット PP マックス。なんか今アイテムが落ちてる香りがしたわここ。ちょっと待って、遊んでる場合じゃないんだぞ俺。でもなんか気になる、なんかある、すげえいい技マシンかもしれん。まあ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 いいでしょういいでしょう。1分かけるにしてはちょっとなんかもったいないアイテムな気がしたけど、それは触れないことにしような。
うおー一匹しかいないってことはこいつにプレゼント渡さなくちゃいけないのか。こいつに無事で こいつ相手に無事でプレゼントを渡して帰れる気がしない。寝てしまえ。よし、ノーガードだなこいつ。多分ノーガード、ノーガードで会ってくれ。 この筋肉の塊にプレゼントを。よし寝てろ。プレゼントだ、受け取れ。ダンベルだ。はい、メリークリスマス。終わってこれた、お疲れ様です。今ですね、バッジ8個取ってチャンピオンロードです。残り時間は2時間49分。佳境でございます。佳境院でございます。ハイウェイロファントグリーンでございます。ちなみにこのトレーナーに話しかけると、大変なことになります。このトレーナーはドンカラス1匹しか持ってなくて特性が不眠です。あの特性を入れ替える技を使わないと無理です。こいつガバイト、このトレーナーガバイト、そしてプレゼントの画像を消し忘れてた俺のプレイもガバイト。フラウがいいガバイト。これがプロジェクトウィンターだ。オンラインゲーム初めて。うわ抜けた。うわーやっと抜けた。来たぞここまで、とうとう来たぞ。さあ行くぞ。待て、ポケモンリーグに挑戦だろ。俺もそのつもりでやってきたぜ。さあどっちがふさわしいかポケモン勝負で決めるぞ。どちらがふさわしいかと言ったら多分あなたの方がふさわしいんですよね。なぜなら僕はサンタクロースだから。寝てろよ寝てろよ。闇の石をプレゼントしてやる。当たれ。よーし、ゴーマージンになれるよそれで。うわー特殊インファイトじゃないんだ。うわー初めて知った、マジか。いやーイカクループ意味なかった。さっさとこいつ倒すべきだった。間違ってた俺が。こいつ特殊かよ。うわーダメだこれは。これは俺の作戦ミスだな。厳しいわ。いや死ぬね。よし切り替えよう。寝かせる問答無用で。外れた、しょうがない。うわしょっぱな帰ってくんだ。誰が出てくるの、ヘラクロスかな。いやこれは思念の頭突き。これはこれ前回ひるんでくれたからまだいいけど、ひるんでくれ。インファイトだー強い。弱体化なしのインフは強い。あーなるほどねー。てか催眠術を最初に入れられれば最高なんだよ。いやーあーなんだ、決まってんのかこのパターン、このパターン決まってんのか。さっきのまんまなんだけど。でもさっきと一つ違うのは、君はこの思念の頭突きでひるむということ。ぐわーいやーもう逆にほぼ倒しちゃってカビゴンかなんかの時にプレゼント渡すか。てか、うそうだカビゴン寝るじゃんよく考えたら。そうだカビゴンの時にプレゼント渡せばいいんだ。十分十分。
ッケー、すべからく僕のものだ。投げつける。こっちの方が闇の石だよ。あ、素晴らしいわ。オッケー、オッケー、よっしゃー、突破だサンタ。俺に負けるまで誰にも負けるんじゃねえぞ。そうだな、そうするよ。あとは四天王だけだ。今から16分ちょっとレベル上げをする。レベル上げと準備を整える。いやー、考えられなかったここまで来れるの。つうわけでもう残り2時間来てます。1時間53分最後四天王クリアに挑戦したいと思います。いくぞいくぞ。はい、はじめまして、マサと申します。プレゼントを届けにここまでやってきました。よろしくお願いします。まずは1人目。結局運ゲーになるんだよ。ちょっとトイレに行って落ち着いたけど、運ゲーなんだよ。催眠術が当たるかどうかの、そして毒ケールが起きるかどうかの運ゲーなんだよ。ここまではもう戦略関係ないんだ。プレゼント、あー起きた、うん、もうこれ関係ないというか、もうどうしようもないというか。メリークリスマス。プレゼント配達完了で、ここの虫たちは全員ノーマルが等倍だからすごくいいのよ、すごくいいの。まずスピーダー、これスピーダー1段階積めば多分ドラピオンより速いはず、空も飛べるはず。1匹目さあ行こう。ビビることない、ビビることない。あんなカブトムシにお前の方が速くて強い。当てろよ。よーし、あと3匹。こっちの方が速くてお前を一撃で落とすには十分な火力があるはず。なかったー。でもひるんだ。4積みだよね。4積みでビークイーン落とせないわけね。オッケー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 。ひるめ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 、大きい声出すぞ、大きい声出すぞ、ひるめ。うわダメだ、まあいいだ、まあいいだろ。オッケー、1人目突破。これはレポート書こう。いや技の PP は心配ない、 PP マックスとか温存してあるから。ちゃんと持ってきてる。作戦なんて立ち止まって考えてる時間はない。テンポよくいく、そんな大層な敵だと思わない方がいい。大丈夫大丈夫大丈夫、当てる。あー待て待て待て、おい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 、ちょっとまずいね。プレゼント For you。 よーし、当てられれば。うおー、なるほど、別にいいよ、別にいいぞ。誰が来てももう全員コメットで倒さないといけないから。これあと4匹。おー耐えるのか。おー、よくよけた、マジでマジで、それは偉い。これ踏みつけていいや。いける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 。ああ、負けない。あと2匹。踏みつける。
よし、関係ない、踏みつける。そのナマズの頭を踏め。突破、よーし、2人目突破、あと3人、あと3人だ。勝利に浸っている場合ではない。この後なんだよ。こいつが出してくるゴーカザルとハガネイルが非常にやばい。いくぞ。すごい順調なのに、なんだこの緊張感。これで1段階下がった。これでこいつが飛び跳ねる可能性もあるから。あ、フレドラか。でもそんな効かないと思う、2段階下がったら。結構強い、結構強いが、半分いかないんだったら恐るるりに足らず。おっと、スソラビですか。やばい、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとバカにしてごめんなさい。よし、よーし、頼むぞサンタさん、一世一代のプレゼントだ。あ、そっか、プレゼント、そうだ、まだあげてないから、これ詰まってね。お願い、お願い、当てて。よーし、偉い、メリークリスマス。耐えるんじゃないこれ、どう、ここまで威嚇で下げたら。さすがに、よっしゃー、偉い、ルドルフ。あ、やばい、やばい、ルドルフ、真っ赤なお花のところか、もう体中が真っ赤になってる、真っ赤な炎に包まれてる。これでさらに威嚇で下がって、ダメなんだよ、ギャルプ倒せそうだけど、ここで今すんなり倒したらこの後化け物が続々と現れちゃうから、ここでプラスパワーを稼がないと。あ、まずい、こいつ反動で死ぬかもしれん。いや、ここで食らうダメージを増やされちゃうと最悪反動で落ちるから、ギャロップが今死ぬとまずいの、ギャロップが。多分これ薬圏内、多分これで相手は薬を使ってくると思うから、ギャロップの身を気遣わないといけないんだよ。薬使おうね。いや、そうそうそう、それそれそれ、それだ、ちゃんと使わなきゃ。うんうん、いいタイミング、いいタイミング、お互いにね、やっぱアイバーは大事にしておきたいよな。怖がってる場合か。急所に当たったら終わりなんだよ、どの道。当たらん、俺が食べる。薄味のソーラービームだね。ナイス、耐えられるはずがない。馬と鹿馬と鹿の戦い来ました。ゴーカザル、もう行くしかないんだよ、行くしかないんだよ、もう押し切るしかないんだよ。思念の頭突きを当てて一発で終わらせる。インファイトは耐える。よっしゃ、先生の爪だ、これ、これ先生の爪だ。負けてるもん、素早さ。これでかすぎる。踏みつけ、よーし、いけ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 。もらった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 、勝つしかない。これで勝てなかったら勝てない。自分攻撃しろ。これ薬圏内に行かない、これ多分いける、落とせる。完璧な調整じゃないこれ。I'm a perfect Santa。 よーし、一撃でいけんじゃないかこれ。よっしゃー、3人目突破。いやー、一発でいけたの本当にでかい、これはマジででかすぎる。シャドーボールで特攻を上げて一気に突破ってパターンがあるの、あるから、あるから、待ってね、まず催眠術使ってみる、試しに。
やってみよう。まずバリヤードで催眠術使って、でもう初手プレゼントパターン。さあ五葉さん、プレゼントですよ、持ってきましたよ私。ここで催眠術いけ。あーしょうがない、これはしょうがない、マジで。とりあえず寝かせよこいつ、寝ろ。 OK、 ここでサンタの登場やってみよう。これでもしサンタがやられちゃったらもう一回リセットしよう。寝てる、投げつける、プレゼントだよ、赤いかけらだ。よし、これでシャドボ圏内まで持ってった。死なないと思う、10万ボルトじゃ。オッケーで、これ倒しちゃうと大変なことになっちゃうんだよね。これまずい。いやでも倒してもいいんだよな、倒してもいいんだよな。でも倒すとフーディン出てくんだよな多分。フーディン出てきちゃったらどうする。ドッキリドンドンなんだけど、フーディン出てきちゃったら。いやー理想は催眠術で、催眠術使って寝かせて、でも外れたら終わりなんだよな。ここは傷薬、ちょっとあらゆるパターンを、あらゆる角度から。オッケー、寝てくれ。いやー最高です、あなたは最高のポケモンですね。バリヤード最高ポケモン、すべてが高品質、高価格、高画質なのだ。一個怖いのはフーディンの気合玉が当たること。フーディンが気合玉を打ってきて気合玉が当たってしまうこと。こっちの方が早くない？よーし、落とせるんじゃないこれ。落とせるだろう。脅しし、行くぞ。よかった、エナジーボール、待ってたエナジーボール、やっちまえ。ボールをお返しするよ、オーナメントだこれが。ツリーに飾りつけるがいいさ、シャドーボールって言うんだ、紫色で綺麗だろ。キリンさん寝てくんねえかな。キリンさん、早い、キリンの方が早いのか、鹿より。うおらー、寝ろー。いけるぞこれ、いけるぞ。ドータくんさ、どうなのよ最近は。一人暮らし始めたらしいじゃん、ドータくんって。なんか和室無理とか前言ってたじゃん。ドータくんは最近どうなの。最近どうたくん、どうだろう。半分いかない、よっしゃー、特防下げた。でかすぎる今のは。そう、ここでスペシャルガードをね積んでいたメリットが出るんですよね。落とせるだろこれ、多分特防が下がったことによって落とせるだろ。やったぜ、やったー。対戦ありがとうございました。メリークリスマス&ハッピーニューイヤー。さあ来たぞー、ここまでベスト。白なのに真珠投げる、ごめん真珠売っちゃったからさ。さあラスト一人だ、最後にプレゼントを新王のチャンピオンに届けよう。ここまでよく頑張ってきてくれたお前たち。